ご視聴ありがとうございます。結構寒くなってきました。イージス艦いや、イージス・アショア、やはり迎撃システムの重要性は年々高まってきています。北朝鮮による弾道ミサイル発射、防衛はやはり強化しないといけません。イージス艦も8隻体制となります。はい、イージス艦も弱点はあるんですが、やはり弾道ミサイル防衛には欠かせない一つの装備だと考えます。弾道ミサイルも決して完璧ではないので、やはり包囲網をいくつでも作っておく必要がある。そのためにイージス・アショアの導入が進められています。まだまだ予定地の説明会など着工には至っていませんが、建設予定となっています。イージス・アショアには SM6 という新たな迎撃ミサイルが装備される予定です。イージス艦が SM3 まで、そのもう一つ上の SM6 を装備することで迎撃ミサイル防衛に役立つでしょう。それでも完璧ではないのですが、やはり防衛力強化という面では必要になってくると考えています。そうそう、トムキャットの本を見てたらちょっと懐かしくなって、やっぱりかっこいいですね。自分もトップガンから軍事的な戦闘機や潜水艦、護衛艦など好きになってきました。それだけでもやはりトップガンの意味はありますね。トップガンで出ていたあの空母、今見てもかっこいいです。空母の形は変わっていませんが、内部は近代化され、パネルなどはもう全然違った大きさになっている。
話は戻ります。イージス艦の弱点としてやはり下海底などあり、やっぱり一隻で行動すること自体が無理なんですね。特化型というか、やはりそんな役割を持たせながら護衛艦を数種類装備しておく、これが基本です。海底でもどんな潜水艦が何隻いるか分かりませんし、日本の潜水艦自体は多分行動は捉えていると考えられます。もうじき王龍が収益しますので、任務もより スマート化していくのではないでしょうか。潜水艦も22隻体制となっています。まだまだ増やした方がいいかなとは思いますが、やはり年間一隻ペースがやっとでしょう。護衛艦についてもそうやすやすと建造できるものでもありません。イージス艦ハワイ沖で迎撃試験が行われたのを思い出しますが、全てが命中とは結果は出ていません。まあ最終のテストでは命中してます。より精度を上げていくことで命中率を高める、ここも大切になってきます。イージス艦の発射体制もより防衛力強化となっています。各国イージス艦を建造している状況ですが、これでもアメリカに次いで日本は世界2位の保有国となっています。中国、ロシアなど今建造しています。やはり社会主義国は建造スピードが違って
かなりのスピードで建造しているので、脅威だと感じることはあるでしょう。しかし性能面で言えばまた違う。日本は防衛目的なので、やはり迎撃中心になってくるのは当然です。アメリカはトマホークを発射できるようになっています。アメリカとは少し考え方が違うのが日本です。それではまた。